アンドロメダザウプシロン星 D は太陽に似たアンドロメダザウプシロン星 A の周囲を公転する太陽系外惑星である。1999年にジェフリー・マーシーやポール・バトラーラが発見し、アンドロメダザウプシロン星はパルサーの PSRB1257 プラス12を除いて初めての複数の惑星からなる惑星系を持つ恒星となった。アンドロメダザウプシロン星 D は 主星から距離の順に3番目に位置する。発見当時の大部分の基地の太陽系外惑星と同様にこの惑星も主星の視線速度の変化の観測により検出された。これは主星のスペクトルのドップラーシフトを注意深く観測することにより行われた。発見時、主星はすでにホットジュピターのアンドロメダザウプシロン星 B を持つことが知られていたが、 1999年までに内側の惑星だけでは理論的に合わないことが明らかになっていた。1999年にサンフランシスコ州立大学とハーバードスミソニアン天体物理学センターの天文学者が独立に3つの惑星系からなるモデルが一番データにフィットすると結論付けた。2つの新しい惑星はアンドロメダザウプシロン星 C 及び アンドロメダザウプシロン星 D と名付けられた。アンドロメダザウプシロン星 D は、冥王星を含めた太陽系の主要などの天体よりも、軌道離心率は大きい。軌道長半径から、この惑星は主星のハビタブルゾーン内にある。惑星の軌道離心率を説明するために、かつて最も外側の惑星が接近し、惑星 D の軌道離心率が高まるとともに、 外側の惑星を吹き飛ばし、その後惑星 D の重力による接動で、内側の惑星 C を現在の軌道に移動させたというモデルが提案された。もしそうであれば、直ちに自由浮遊惑星が弾き出されたはずであり、この状況がどう起こったかは明らかではない。他のモデルも考えられる。この惑星の発見に利用されたトップラー分光法では、軌道傾斜角がわからず、また、 加減質量のみしか得られないことである。しかし、地上の望遠鏡での視線速度の観測とハップル、宇宙望遠鏡から得られる天文学的データを組み合わせることで、この惑星の軌道離心率と真の質量を決定することができ、それは約10.25木星質量であった。さらなる測定により、惑星 D の軌道は155.5度傾いていることが示唆された。 しかし、これらの測定は後に上限のみしか与えないことが証明され、HD192263B やカニザ55番、星 c には意味がなく、より内側にある惑星 B の軌道傾斜角30度とさえも矛盾していた。惑星 C と D の間の真の軌道傾斜角は29.9度である。惑星の大きい質量を考えると、 固体表面を持たない巨大ガス惑星である可能性が高く表面重力は地球の25倍以上である。この惑星は恒星の観測から間接的に検出されただけであるため半径、蘇生、温度等の性質はわかっていない。また主星のハビタブルゾーンに位置しているため表面に水を保持することができ恒星から受ける紫外線放射の量が少ない。 2015年、国際天文学連合が太陽系外惑星系の固有名を募集した際、この成形も対象とされた。投票の結果、モロッコの暗号のパートナー団体、ベガ・アステラノミークラブから提案されたタイトロインという固有名が付けられた。この名前は、モロッコの町テトゥアンのユネスコの世界遺産に登録された旧市街地メディナオブテートアンに由来する。同時に、 惑星 E を除く3惑星にも、10世紀から11世紀のアルアンダルス出身の天文学者から、セファル、エセメガヘルツ、マゼリティという固有名が付けられている。ありがとうございます。